はい、皆さんこんにちは。エグザイル事務局の秋山です。今回はですね、エグザイル活動再開の前兆ということでやっていこうと思います。はい。ついね、先日ですね、ちょっと嬉しいね、ニュースが入ってきたんですけれども、エグザイル淳さんがね、CL にてね、こういうね、コメントをね、発表していたんですよね。はい。どういうコメントかと言いますと、先日ね、ヒロさんと、久しぶりにお会いして、前向きな話ができましたと。はい。もうこれね、おそらくね、もう本当にエグザイルの活動再開、そして、エグザイル淳さんのね、復帰を匂わせるようなね、発言と捉えることができますので、まあ来年あたりにね、まあできればね、ツアーが、開かれたらいいかなと、個人的にはね、思っております。ということで、